ジェイド君の身長は190センチ、フロイド君の身長は191センチとフロイド君の方が大きいといってもほぼ変わらないんですが、昔はフロイド君の体の方が小さかったというのが分かっています。コメントでもすでに言及されていますが、過去のエレメンタリースクールミドルスクール時代の回想シーンを見るとはっきり分かります。このように全く違う。ではリーチ兄弟の体の変化、いつから逆転したのかという話になってきます。エレメンタリースクールミドルスクール時代と2人とも徐々に成長はしてるんだけど、まだ差はありませんよね、この時点では。ということはミドルスクールからナイトレイブンカレッジ2年生の間で逆転したということになります。もう少し深掘りしていくと、フロイド君の発言で今は靴の木型を変えるくらい足も大きく成長しているそうです。足の大きさって体や身長にも比例して大きくなっていくので、まあ、参考になるセリフですね。運動着のホームボイスも成長期で気をつけようって言って背を伸ばした意識もなフロイド君にはあるみたいです。ということは身長が伸び始めたのはここ1年の最近、ナイトレイブンカレッジに入学した頃からではないかと思います。バスケすると身長が伸びるとも言うやん。案外陸に上がったことで身長が伸びるきっかけを作っていたのかもしれませんね。以上、皆さんのご意見ご感想、愛ある怪文書までお待ちしております。じゃあねー。